はい、皆さーん、こんにちは。はい、えー、本日はね、2月の11日、日曜日を迎えておりますけども、皆さんには申し訳ないんですけども、真っ黒のシャツを着させてもらいました。でね、私も以前から言ってるように、この黒いシャツを着るときには、うん、このね、ニューヨークの、まあ本当にニューヨークにいるのか最近わかりませんけども、えー、このトンズラ F 夫妻をね、話をさせてもらっているんですけども、やっぱり案の定、今回も、 えトンズラ夫妻の話ですよ、ということで、まあ、はっきり言ってね、この動画撮ろうかと、どうかというようなこともちょっと迷いました。というのもね、あの、昨日までは、ええー、年の宮愛子さまのね、あの、ケニア大統領をお迎えしてのあのご参会素晴らしいデビューがあったわけですよね。えー、これこそね、日本の、えー、やっぱりね、えー、唯一の公女様だな、みたいなことを感じましたけども、まあ、そういったような動画ね、私もね、思わずですね、 えー、皆さんの迷惑帰り道じゃありませんけどいっぱい <laughs>「愛子こそが素晴らしい!」ということで動画を出させてもらいましたいや本当に素晴らしかったのっていうようなことだったですよねまあ片やじゃないけどさ、まあ、この人も確かに昔ね、まあ、昔って言ってもね2年ちょっとぐらい前までだけど内心の殿下だったよねみたいなことも考えるとなんかさ日本人として恥ずかしいよねはっきり言ってねなんかさ 行方不明だとかね。まあ、そんなような話になっているわけですね。といったようなことで、まあ、今回ね、ニューヨークのトンズラ夫妻の話なんですけども、ま、あこのね、トンズラ夫妻は情けないというようなことは、もう皆さんね、思われていることだと思いますけども、それと合わせてね、最近ね、現代だよね。ま、あ雑誌で言うと週刊現代。まあ、ウェブ上で言うと現代ビジネスということで、えー、ま、ウェブ上でも掲載されております。で、今朝方早くからね、 前さっき言ったようにね昨日までのの宮様の素晴らしいことと本当対照的というかねなんか情けないわねまたね行方不明それに対していよいよ大捜査大捜索が始まるかみたいなことを言ってるわけですよでも記事の内容としてはねはっきり言ってねまあ、バカバカしいねなのでちょっとねあげようかなというふうにもあげようかやめるか迷ったんですけどまあねもう一種の完全な、ね、エンタメ的な話 もう KK 夫妻一体どこに行っちゃったのみたいなねこんなこともあるかもよみたいなねまあそんなようなことで、まあ、ちょっと皆さんね私の話を、えー、お聞きになってもらって、まあ、右から左でもいいと思います、まあ、こんなようなねはっきり言いますけどくだらない話も出ていたみたいな話ですねはいでね、えー、以前からやっぱりね一番最初にこのね KK 夫妻が行方不明だというようなことを言っていたのもやっぱり現代ビジネスだったよね 例えばローベンステイン・サンドラーの関係者の人たちが言っていたみたいな話もこの現代ビジネスが出しておりましたけどもどうもねその昨年の確か11月の何日でしたっけ ?20 日でしたかねもともとその住んでいたヘルズ・キッチンのマンションの契約期限が切れるというようなことでどうもあのマンションは出たようだよと。 で、その後、あの例のニューヨークの郊外の白亜の豪邸にね、2億円の豪邸に移るのではないかというようなことが言われておりましたけども、あのオーナーのね、C 国の、えー、オーナーが言っていた通り、全然、ね、関係ないよというようなことを言っていたみたいですけども、どうもそこにも移った形跡がない。といったようなことを考えると、果たして一体全体、この2人、どこに消えちゃったのか。 まあ、といったようなことを受けてですね、現代、週、え、刊、ー、現代だとか、現代ビジネスも、行方不明みたいなことを言っていたわけですけども、いや、まず言っとくけど、行方不明、本当にね、それこそ誰かにさらわれたのではないか、みたいなことで、行方不明だったら、それこそですね、ニューヨークの総領事,総領事館の M 子担当だとかね、KK 息子担当がいるわけですよね。そういったような人たちね、今頃ね、血眼になって探しているでしょうって。 そんなようなこと全然見受けられませんよね。単純ですよね。行方不明っていうか、ちゃんとそういったようなね、総領事館の人たちね、居所わかってるでしょ居所わかってるでしょどころがですね、全部自分たちが用意されてるんじゃないんですかそれこそさ、移植,場移植住移食銃がね、すべて整ったような、まあニューヨークだってね、まあサービスアパートメントがね、あるでしょうから、そういったようなところで、ちゃんとかまってるんじゃないの隠してるんじゃないの といううことでしょうでもしそれがね私がね私は今想像のもとに言ってますけどももう私が今言ってるような想像が当たっているとしたらじゃあその匿まっている費用だとかね当然ニューヨークの総領事館の人たちがまた動くわけですよそういったような人件費だとか今言ったようなサービスアパートメント等のところにいるのであればその滞在費用それこそ食費からね住居費から全てだよね 誰が払ってるんだよみたいな話ですよね。あえて頭に来るから言いませんけどね。まあそういったようなことなわけですよ。で、こういったようなことをね、えー、あの、皆さん思い出しませんかもうね、約ね、2年半ぐらい前の話になりましたけどね。2021年の9月27日、あの世紀のね、あの、トンズラ会見ですよ。ね、経験不祭が、 その、えーまあ、記者会から出たような質問それを前日に見た M 子さんが「はい複雑性 PTSD でもうこれに関しては答えられない」ということでギャーギャー騒いだことによって、えー、質問も答えないといったねあの話に関してねなんかね意味軸も、えー、自分で言っておりましたよね,ね。とににかかく KK 息子に対して以前から 海外、ニューヨークで海外拠点を作ってほしいというふうに私がお願いしておりましたと正規の暴露をしていたわけですよね。このね、今現在の行方不明というか、かくまわれているような状況が海外拠点なんですかしかもね、一般、まあ今は一般国民だけど、元皇族の人が望んでいたような、ね、そのね、海外拠点なんですかで、その海外拠点、誰によって養われているんですか もうね、はっきり言ってね、もうふざけんなだよね。もう本当にふざけんなの一言ですよね。はい、えー、そういったようなことで、まあ、この現代の記事もね、なんか変なこと書いてあるよ。で、今現在ね、その、例えば、まあマスゴ、マスゴミたちですよね。えー、まあ、週刊誌等も含,む含んでですけれども、そういったような人、ねえー、各報道機関においても、全然この経験不採の足取りがつか、えー、めません。 で、一つの原因としてね、まあなんかすごいこじつけなんだけど、今現在の、例えばこのニューヨークの物価高、そしてこの円安みたいなことも書いているわけですよ。まあ例えばね、航空券、えー、日本からね、ニューヨークの直行便等で、例えばエコノミークラスでもね、20万、30万かかりますよと。で、プラスですね、えー、その1週間でもそういったような、それこそ記者の人たちが滞在をすれば、すぐにね、 その取材費だけで何十万下手したらすぐ100万200万すぐかかっちゃうわけですよそういったような状況もあるのでなかなかですねマスゴミたちも本格的な取材をね取材をするための人が送り込めないゆえに経 k, k 息子のまだ経験不在の、ね、足取りがつ、ね、かみづらいみたいなことを言っていてはいちゃんちゃんみたいなねもうまさしくエンタメ記事だなみたいなことが書いてありますまあそういったようなことをね いつものごとくその在米ジャーナリストの人が言っているというようなことですけどね。ただこの中でまたちょっと書かれているんだけどこれも前から言われてるけど KK 息子においてはすでにねワシントン勤務がワシントンになっているのではないかみたいなことも書かれているんだけどいやそれはどうなのかっていう感じですよね。もうこれも皆さんご存知の通り KK 息子においては ワシントン州での弁護士資格は保有しておりません。あくまでもニューヨーク州の弁護士です。といったことも考えてもね、この人がワシントンに行ったとしてもまともな仕事。まあ、ニューヨークに行ったとしても今現在ね、えー、あの、出勤していないわけですから仕事していないけどね。もうまあ、どこにいようが仕事しないんだけどね、この人ね。でもなんか知らないけど、ローエンステイン・サンドラーのね、 え毎月出しているそれこそニュースレターみたいなものも出ておりますけどもそこにはちゃんと名前が出ているわけだけどねしかもちゃんとえ個人のプロフィールの中でアソシエイト弁護士ということで名前はまだ残ってるんだけどねどうなってるんだみたいな感じですよねまあそういったような中でねえいよい思よってですねなんか書いてあるけどねえ移動の話をワシントンにね移動の話を聞きつけた一部の週刊誌が ワシントンに的を絞って2人を探していてもおかしくないみたいなこと書いてあるんだけど本当かねみたいなね完全なね想像の記事ですけどそんなようなことも言っておりますはいでね久しぶりに KK 夫妻の元気な姿を見られる日も遠くなさそうだちゃんちゃんみたいなねはいそういったような完全100%エンタメ記事が上がっておりましたこの記事ご覧になった方もねもしかしたらいるかもしれませんえ本日の朝早くね 日本時間で言うところの朝早く、それこそ何時だっけ朝のね、ほんと一番ですよ。朝の7時ぐらいから出てましたのでね、ご覧になりました。まあ、ええー、加減な記事だしさ、本当にこの経験不在、何、んですかね、こいつらね、みたいな感じですね。はい、といったようなことで、なんかね、3連休の、えー、まあ、3連休の方も多いと思いますけど、日曜日の朝から皆さんもちょっとね、気分を害するような動画で申し訳ありません。さっき言ったようにちょっとね、 私が今回話した話はね右か、右から聞いて左に抜けるみたいなことでもいいような感じの記事だと、あのね、話だとも思いますけど、もうとにかくね、こういったような人がね、元皇族、ね、元っていう言葉をつけたとしてもね、元皇族だった人、はぁ、ね、といって本当ため引きしか出ないといったことだと思いますね。 はい。本日もね、他の動画を上げていこうと思いますので、ぜひね、その動画に関してもご覧になってみてください。ありがとうございました。それではね、バイバイ。